はい、こんにちは、ジャンゴです。今回はブルーロックプロジェクトワールドチャンピオン動画撮ろうと思います。ということでね、三笘ガチャの、ゲリラ無料が来てますので、ちょっと引かせてもらおうかなと思います。ということで、引いていきましょう。初回の無料分に関しては、引けてなか、まあ、三笘引けなかったので、今回でね、ちょっと引けたら嬉しいかなという感じですね。これか。あ、ちなみにね、ちょっとサポート器具の SR 以上確定ガチャっていうのも来ていて、まあ、ちょっとね、器具に関してはあんまり引きたくないと普段言ってるんだけど、とはいえね、まあ強い選手を育てるために必要ではあるし、まあレアが出ないっていう意味ではね、チャンスなのかなと思ったりもしてるんですが、どうしようかな、これ。結構迷ってんだよね。まあとりあえず今回は、三笘のね、ゲリラガチャの方を引かせてもらおうと思います。いけ!さあ、どうだ?微妙なとこだな、これ。お、金玉来る。そして、どっちへ飛ぶ?そっちか。ぶち抜かない。金玉5つ。さあ、どうでしょうね、これは。あるか?ないか。はい、スーパーチャンス入りますが、まあ、追撃は、なしの方向で行きましょう。むしろこっちがちょっとどうすっか気になるんだよね。まあ、ハーフアニバーサリースペシャルサポートキックガチャということでね、まあ、3回限定で3回目は SSR 確定だよと。しかも全枠 SR 以上が出るので、まあ、レアが出ちゃう心配がないぞということなんだよね。ちょっとこれね、気になりは してるんだよ。で、今ね、俺 SSR は2枚しか、持っていなくて、まあ、この2つなんですが、まあ、特にね、この、疑似ディフェンス投影装置、こちらがね、サブ能力が全部、固定ボーナスということで、まぁ、ちょっとね、これに関しては、再抽選をしたいかなと、思っていまして、で、今イベントでね、再抽選のチケットが最大2枚手に入るよといううちの、とりあえず1枚は手に入ったので、まぁ、今回最後にね、こちらの抽選も、していってみようかなと、いう感じなんですよね。まあ、今回使う、再抽選チケットに関しては、今来てるイベントの、35万、ポイントでもらえるやつですね。で、最後に50万ポイントまで行くともう1枚手に入るんですが、まあ、とりあえずね、1枚取れてるということで、今回ちょっとね、ナギを育成するためにも、少しね、いいサポートが欲しいかなということで、こちら再抽選していってみようかなと思います。まあ、三笘ガチャは外れちゃいましたが、こっちでいいの来れば、それはそれで結果オーレかな、ということで行ってみましょう。いけ!さあ!どうよ?はい、キック固定10、テクニック固定12、テクニック固定10から、フィジカル固定20と全力シャトルランスペレク40、全力シャトルランスペレク56。シャトルランか。まあ、ちょっとナギで、ナギの育成には向いてないですが、まあ、それでもね、まあ、スペレク2種類、になったのは、ま、良かったのかな、という感じですかね。はい。ということで、まあ、SSR の能力抽選してみましたよと。そうだね。シャトルランか。まあ、ロキとかチギリとか育てるときにはいいのかもしれないけど、今来てるね、ナギーベに関して言うと、ちょっと違うかなという感じですかね。まあ、一応キックは上がるけどね。なるほどなぁ。ちょっとこれ一回引く?
ちょっとやめとくか。どうすか、これ結構迷ってんだよな。まあ SSR 自体もね、まだ2個しかないので、まあ3つあればね、3個使えるときに SSR をね、詰めるのかなというところも含めて、もうちょっとね、やっぱ器具に関しては、いいものが欲しいというところは思っていたりしますし、まあ、極力ね、本当器具にジェム使いたくないんだけど、そうは言ってもやっぱり必要だからね、毎度毎度言うけど。まあ今回はあれか、ちょっと再抽選だけで我慢しときますか。イベントで一応もう一枚再抽選チケット手に入るので、まあそれまでにね、もう一体、もう一個ぐらい SSR、本体をね、ゲットしてみたい気もしてるので、まあそういう意味ではね、ちょっと引いてみるのもありかなとか思ったりはしてるんですが、まあとりあえず、まだ様子見しようかなというとこですかね。まあといってもね、明日になるともう終わっちゃうので、まあでも1日になるとな、新しい選手来るしな、悩ましいとこだよな。はい、ということで、まあ、今回はね、これで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょー。